歯と口の健康について考える特別企画初回の今日は北作歯科医師会の関博文会長にお越しいただきました北作歯科医師会の役割や歯の検診などについて詳しくお話を伺っていきます関会長よろしくお願いいたしますよろしくお願いします皆様こんにちは4月より北作歯科医師会の会長に就任いたしました関博文と申します6月4日から10日までは歯と口の健康習慣です この機会に、歯と口に関する正しい知識を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。それではまずは、北作市会市会の組織について教えてください。はい、えー。当市会市会は、この小室市をはじめ三代田町、刈沢町、立品町、作市の朝浅品餅月地区の市会市で構成されています。えー、市会市会では、 この地区の皆様にお口の健康を通して、元気で幸せな生活を送っていただくお手伝いをしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。はい、今こちらに出ています。けれども、北作歯科医師会は昨年度創立80周年を迎えたとお聞きしました。けれども、もはいはい、えー、私がえ65歳なので、私が生まれる15年も前に設立されたことになります。はい もちろん当時のことは私にはわかりませんが、私が入会したときには機会あるごとに住民の皆様にお口の健康の重要性について情報提供させていただいておりました。そうなんですね。当時と今とでは変わっていることもあると思いますが、いかがでしょうか。はい、えー。病気になっても自分らしく生きる、寿命が延びて高齢になってもなるべく元気に過ごすという生活の質の重要性に 社会が目を向けるようになって歯科医療も変わってきました私が子供の頃は歯が痛くなると歯医者に行って痛くなくなるとおしまいにするというような人が多かったのではないでしょうか今は皆さん長生きになって健康長寿を目指すようになりましたがそのためには物を食べるということがとても大きな役割量になっていますそして物を食べるためには早や口がしっかり機能することが重要になるのです このことはまた後でお話ししたいと思いますがこのようなあた新しい歯科視点を皆様に知っていただくことがととてても重要であると考えていますこれまでに北作歯科医師会ではどんな授業をされてきたんでしょうかコロナ前まではスーパーの鶴屋様の店舗の一角をお借りして歯の健康相談という授業を行っておりました。この授業は 当会の会員が釣り屋さんに来られたお客さんのお口の中を拝見して口や歯の悩みを相談いただくという企画でしたが残念ながらコロナの影響でここ3年くらいは開催しておりません今歯科医師会ではそれに代わる事業を模索しているところでございますそれ以外にもいくつか皆様と関係のある事業を行っておりますのでご紹介したいと思います、はい 皆様に最も関係が深いのは休日当番医の制度だと思います。これは当会だけでなく、全国の歯科医師会が行っているものですが。日曜祝日に歯が痛くなっても困らないように。歯科医師会の会員が協力して、休みの間にも歯科医院を開くようにしております。え、北作歯科医師会のエリアが広いため、必ずしも小室の歯科医院が当番医とは限りませんので。 新聞等でご確認の上受診してくださいまた当会では午前中のみの受診となっておりますのでご注意ください、えー、他にもこのスライドにあるような活動をしております当司会司会はそれぞれのライフステージに応じてここに挙げたような授業を小室市と協力して行っております学校検診には保育園や幼稚園も含まれておりますので入院王から 高校卒業まで歯科検診を通して歯科疾患の早期発見や予防のために活動をしております今国では国民会歯科検診がその現実に向けて検討されていますこれは高校卒業後40歳になるまで法的根拠のある検診がないことが問題とされているからで歯周病の早期発見早期治療にも役に立つことと期待されています 訪問歯科診療ではご高齢で歯医者に通えなくなった皆様のご自宅を訪問して早口のトラブルに対応させていただいております身体障害者の方にも実施しておりますのでお体が不自由で歯科医院に通院できない方は遠慮なく小室市や歯科医師会に問い合わせてみてくださいその他に35歳からの節目における 手指病検診と妊婦検診を無料で行っています。他の自治体では、検診にかかるお金を一部受診される方に負担していただくところもあります。また、35歳からではなく、もっと高齢になってからの検診のところもございます。さらに、歯ブラシ指導に使用した歯ブラシは、そのままお,お持ち帰りいただいております。市民の皆様には、大変にメリットの多い歯科検診となっておりますので、 ぜひ受診をしていただくことをお勧めいたします次の医療介護連携推進協議会はお医者さん薬剤師さんやケアマネさん各介護施設の担当者の皆様とともに医療介護に関するさまざまな問題を協議する場です航空ケアネットワーク研修会はこの医療介護連携推進協議会の企画する事業の一つとして 歯科医師会が企画し、航空ケアや航空機能の維持に関する情報を多くの職種の皆様に知っていただく企画です。はい、様々な授業を行っているんですね。はい、えー、周疾患検診は、節目年齢はもちろんのこと、定期的に受診することで健康な航空環境を保つことができますよね。え、はい、ぜひ皆さん、定期的な受診を心がけていきましょう。 さて、ここまで、え、さまざまな授業についてお話を伺いました。明日は航空からのフレイル予防をテーマに、引き続き関会長にお話を伺っていきます。また、次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。